政界、芸能界、会社、学校などどこの世界にも必ずと言っていいほど派閥というものが存在する。当然私たち OL の世界も例外ではなく、一見平和に見える社内も裏では熾烈な派閥争いなんかがあったりする。こんな感じで。おい、分かったかこれ。おめえみてえな雑魚が上等切ってくるなんざ5億年早いんだよ。行こう。制服しまんなった雑魚。今出て行ったのは営業部を牛耳っている佐竹一派で、それを束ねているのが佐竹しおり。彼女は学生時代5つの学校を支配していた強者で、喧嘩は負けなし、さらに切れると何をしでかすかわからない凶暴さから付けられたあだ名が狂犬しおり。ちなみに昔からヤンキー漫画ではこういう凶暴なタイプは高確率で狂犬と呼ばれる。彼女は入社早々営業部で腕っぷしの強そうな OL たちに片っ端から怠慢を挑み、その全てに勝利。初日で営業部のトップに立ち、佐竹一派を結成。会社の完全制覇に向けて勢力を伸ばしていた。しかしその前に立ちはだかったのが開発部の安藤朱里、通称悪魔の朱里。彼女も10代の頃3つの暴走族を束ねていた超有名人で、噂では高校卒業時に本職からのスカウトもあったほど。入社初日から乱闘事件を起こすなど目立っていた彼女は、早速先輩 OL たちにトイレに呼び出しを食らうも、全員を血祭りに挙げその名を轟かせた。狂犬しおり率いる佐竹一派と悪魔の朱里率いる安藤一派、この二大勢力はこれまで何度も派閥同士のいざこざを繰り返していたが、ついに今日トップ同士の直接対決となった。お佐竹、うちのもんが世話になったな。だったらどうした、てめえも同じ目に合わせてやろうか。ああ、あんまのぼせんなよチビ。殺されたくなかったら今日中に頭丸めて100万包んで詫びに来い。笑わせんなよタコ。てめえ二度とピラティスできねえ体にしてやろうか。ああ、お前なんで私がピラティスってんの知ってんだよ。一番どうぞ。まあお茶で。そうするか。はい、どうぞ。いい？うん、どうぞ。これ。はい、それだと思いました。悪魔が狂犬を下し、安藤一派は佐竹一派を支配下に収めた。しかし佐竹しおりを倒したからといってこの会社を制覇できるわけではない。なぜならば製造部にはあいつがいる。オントレご苦労様です。ご苦労様です。我が社の三大勢力、佐竹一派、安藤一派、神田一派、その中でも最大規模で軍隊のような結束を誇る神田一派の長、神田悦子、通称大怪獣悦子。これまで大満300戦無敗を誇る喧嘩の申し子で、彼女は半年前帰宅途中に他の会社の OL と乱闘になり、一人で5人の OL を半殺しにし傷害罪で刑務所入り。そして今日その刑期を終えて会社に戻ってきた。安藤にとって彼女は完全制覇を目指す上で避けては通れない存在。今日歴史が動く。おかえり神田。おお、誰かと思ったら安藤じゃねえか。
お前が出迎えなんてどういう風の吹き回しだ。当たり前だろう。これからお前は私の大切な駒になるんだからな。私が駒？お前の？あのお前ちょっと会わねえ間に面白くなったな。てめえ余裕ぶっこいてんじゃねえ。おい、安藤、おめえあんま調子こいでった。踏み潰すな。ああ上等だよ。やれるもんならやってみろ。てかさ、携帯変えたらトーク履歴全部消えちゃったんだけど。あ、それ私も前なった。え、なんか残しときたい履歴あったの？そう言われると特にないんだよね。まあ、意外と支障ないよね。お疲れ様です。お疲れ様です。わかったか、こら。私が一番強えんだよ。安藤首里の勝利によって、これまで群雄割拠だった我が社の OL 勢力図は塗り替わり、我が社はついに安藤一派の天下となった。OL の世界は力が全て。ここでは強さこそが正義であり、女の中の女だけが成り上がることを許されると言っても、私たち片木の OL には関係のない話。